すごい、ベスのやつ、ゴーストども追い払った。ふん、僕だって本気を出せばあれくらいできたけどな。ベス、すごいわ。いつの間にあんな魔法を覚えたの？とてもかっこよくて、私…あ、ベス？なんで忘れてたんだ。僕はベスじゃない。僕はオラリオの冒険者、ヘスティア・ファミリアのベル・クラネルだ。はい、ここが今回調査する廃城です。なんだかすごい雰囲気ありますね。しかも同じクエストを受けた相手が。何ですか、私たちに文句でも？ギルドの募集に申し込んだらあなたたちと重なってしまったんだから仕方ないじゃないですか。私とレフィーヤはすぐに終わらせる。お前たちは余計な真似はするな。何でした？ベル様、こうなったらリリたちで一気に調べてやりましょう。報酬は独り占めです。あ、待ちなさい。あはは、元気いっぱいで頼もしいね。今回は私も同行することになってるから、よろしくね、ベル君。はい、エイナさん。でもギルドの職員が一緒になんて珍しいですね。うん、なんだかその廃城ちょっとおかしいみたいでさ、近隣で行方不明者がポツポツ出てて調査が入ったんだけど、怪しいところは何もなかった。だけど何かを感じた人と何も感じなかった人がいたみたいなの。どう判断するかギルドも決めかねてて、私たちの方でも直接情報を集めようってことになって、危険はないみたいだから。そうだったんですね。なんだかなおさら不安になっちゃいますけど、護衛の方は任せてください。うん、よろしくね、ベル君。そうだ、僕たちはあの廃城に調査に来たんだ。そこでいきなりおかしな光に包まれて。気づいたらここにいた。なんで今まで思い出せなかったんだ。ここは一体どこなんだ。どうしてみんな別人みたいになってるんだ。ベス、落ち着いたかい？いきなり変なことをわめき出して一人にしてくれなんて、レフィーが心配しているよ。リリ、リリはリリルカーデだよね。おいおい、リリルカって誰さ。僕はリリタルサマンサ、君の一番の親友で。違う、リリはリリだよ。男の子じゃなくて女の子で、僕の初めての仲間、大切なパートナーなんだ。ベス、君何を言って。全部思い出したんだ。レフィアさんやエイナさんのこともクエストのことも。僕の話を聞いて。じゃあ本当の世界だと僕は女で、君と一緒にダンジョンってやつを毎日探検してて、レフィは君のことが嫌いだっていうのかい？にわかには信じられないけど。本当なんだ、信じてよリリー。わかった、君がいたずらでそんなことを言うやつじゃないって僕は知ってる。
嘘なんて言ってないこともわかる。親友だからね。そう、それじゃあ。あ、ちょっと待っててくれ。みんなに話してくるよ。よかった、リリが信じてくれて。これでみんな自分のことを思い出してくれたら。それにしても、何なんだろう、この格好。完璧に職業病ってやつだけど、装備が何もないのは心細いな。せめて武器だけでも探しに行ってみよう。僕たちが来た廃城にこんな場所はなかった。それ以前にここは廃城よりずっと広い。みんなが変わってることといい、この状況がというより世界そのものがおかしい気がする。だからやっぱりこの声はリリーたち。ここは談話室なのかな。盗み聞きするのはちょっと。ベフィ、君の言う通りだったよ。ベスのやつ、何か呪いをもらってるのかもしれない。僕が女とかダンジョンとか、わけのわからない話ばっかりだ。ふん、僕は最初からそう思ってたよ。朝からずっと様子が変だったからな。やっぱりそうなのかしら。リリー、ベスは嘘は言ってないのよね。ああ、ベスは嘘もいたずらも言ってないよ。ただおかしくなっちゃってる。きっと記憶が混乱してるんだ。大変だわ。早く元のベスに戻してあげなきゃ。リリは僕のことを信じてくれたんじゃなくて、僕の正気を疑って。僕の言うことを信じてもらえない。僕の常識が異端になってる。ここでは僕の方がおかしい。おかしいのは僕なのか。本当はベルクラネルなんていなくて、本当の僕はベスなの。違う、嫌だ、信じたくない。でも神様、僕はどうすれば。ああ、かわいそうな冒険者。こんな幻想と虚構の狭間で一人きり、お前を理解してやれる者は私を除いて誰もいない。君、今冒険者って僕のことを知っているの？知っているさ、知っているとも。神に誓おう。そして私だけが君に救いの道を示せる。この魔法学院の中、大回廊の先へ行け。直ちに、今すぐ、速やかに。大回廊の先？そこに一体何が？議論の余地はない、意味もない。孤立する君は藁にもすがる思いで私の言うことを信じるしかないのだから。早く行け。創造主が待っている。もう残された時間は少ない。君は一体。ベス！こんなところにいたのか。凡人の君がエリートの僕を振り回すんじゃない。まったく。みんな、どうしてここに。部屋からいなくなってて心配したんだ。エイルも無理やり引っ張って探してたんだよ。ベス、一度休みましょう。今のあなた、ひどい顔をしてるわ。
自分勝手かもしれないけど、あなたのそんな顔見たくないの。この人は僕のことを本当に思ってくれている。それはすごい嬉しいことなのに、こんなにも辛い。だから僕は心配させてごめん。みんな、ちょっと行きたいところがあるんだ。いいわね、行くわよ。その方向、ここでティールと知れ。暗黒の時代を覆す光も。計画に狂いはありません。大物だな。全ては手のひらの上。ところって大回廊なの？うん、どうしても確かめたいことがあって。ごめん、レフィアス。レフィアさんもリリも僕のことを心配するあまり信じてくれていない。これ以上事情を訴えてもきっと意味がない。怪しまれないためにもベスのふりをしなきゃ。あの女の子、不気味で怪しいけど、今は行ってみるしかない。でも大回廊って先生たちが行くのを禁止してる場所だろ。え、そうなの？湖畔の古城、あとは13番目の部屋と並ぶ学院の七不思議の一つじゃないか。普段何を聞いているんだ君は。魔竜、悪狼、そして大蛇、物が住み着いているって言われているわ。くだらない噂だよ。先生たちがお宝でも隠しているのかもしれない。生徒を近寄らせないようにってね。そうなんだ。ちなみに七不思議の残り4つは？知らないの？なんで七不思議って呼ばれてるのそれ。今のは本当に魔物？いや違う、あれを見ろ。このような場所で招かざる客人と出くわすとは、今宵は実にいい夜だ。そうだ、まだこの人がいた。なんであなたがこんなところにいるんですか？愚問だな、レフィーナよ。私はどこだろうと貴様たちの前に現れる。あなたはどんな設定じゃなかった、どんな人で何フィルビスさんなんでしたっけ？バカ野郎ベス、忘れたのか。こいつは僕たちにとっての最悪の天敵じゃないか。聞かれたのならば答えてやろう。私はフィリウス・アスタロス、悪の魔法使い、そして愛しのレフィーナのストーカーだ。ただの変態だった。レフィーにつきまとうこと週7日、週休？何それ、美味しいのと言わんばかりの現代社会が生み出した闇そのもの。レフィーの入浴を何度も覗いた挙句、下着を何度も盗んでいった魔法学院のモンスターだ。くそ、羨ましいな。まずい、早く目を覚まさせてあげないと。悲惨すぎる、記憶が戻った時ダメージが。さあレフィーナ、私と一緒にお風呂に入って長い耳をくにゅくにゅ洗いっこしよう。
近寄らないでください。話しかけないでください。視界に入らないでください。あ、街中歩いてるとよく言われて立ち直れないやつ。はあ、幸せ。もっと喜んだ。私とレフィーナの絶頂の日々はここから始まる。というわけでベス、私たちの幸せの前に貴様は邪魔だ。今日こそ私が貴様に終焉をもたらしてやろう。死ぬがよい。戦うんですか？というかこの世界のレフィーナさん愛されすぎでしょ。僕を一人にしないでくれよ。お、来るのか？任せる。撃ちたい。暗黒の時代を覆す光に。必ず手に入れてみせる。大物だな。すべては手のひら。撃ちたい。勝負もついたんで、そのあたりにしてもらえると。致し方あるまい。レフィーナの愛も存分に堪能したし、今日はこれくらいで許してやろう。どうしてこんなに尊大になれるのか理解できない。変態のくせに。ああ、変態のくせに。早く戻さないと。それで。お前たちはこんなところで何をしているんだ？まさか大回廊の先へ行こうとしているのか？はい、ちょっと確かめたいことがあって。よし、ならば私もついていこう。なんで？僕たちと敵対している悪の魔法使いじゃないんですか？フィリウスはレフィーへの愛が限界突破してるせいで一緒に授業を受ける悪の魔法使いだからな。それただの同じ生徒ですよね。ここが大回廊の先。思ってたより広い部屋みたいだけど。私は爬虫類恐怖症なのだ。使えねー。これがあの女の子の言ってた救いの道。この怪物を倒せってこと。それとも周りから他の魔物も。みんな下がって。その方向、ここでツイルとしよう。これが私のものだ。暗黒の時代を覆す光に。あまり期待はしないでおくわ。気にしろ。剣を答えてくれ。すごい、ベスのやつ本当にどうしちゃったんだ。
魔物の爪を奪い取ってナイフみたいに使ってさすが私とレフィーナが添い遂げる上での最大の障害、早すぎて何もわからない。魔法使いじゃなくてもはや騎士みたいだな。ちかっこいいじゃないか。本当にすごい、たくさんの魔物を倒してとても強くて、でもベスがベスじゃないみたい。なんとか倒せた。やったなベス、魔物の群れを一人で倒しちゃうなんて、男の僕でも君に惚れちゃいそうだよ。それよりも早く撤退だ、また魔竜が出てきたら私は気絶する。見つかったら先生たちにも怒られそうだ。そこの間抜けな悪の魔法使いの言う通り、早く行こう。何があるわけでもない、何かが変わったわけでもない。結局あの子は僕に何をやらせたかったんだ。レフィーヤさん、レフィー、帰りましょうベス。え、ああ、うん。これであと二つようやくだ。やっぱり何も変わってない。みんなもこの世界もままじゃ。でもあのマリオを倒してからずっと背中が熱い、いやどんどん日に日に熱が増していってる。これはアビリティです。あ、レビィどうしたの。あなたがここに一人でいるのが見えたから。大丈夫？うん、平気よ。ちょっと大回廊に行ったあの日から頭痛がしてて。ベス、ベスはベスよね？え？怖いの。私たちが知らない顔をするあなたが、私たちが知らない誰かになるあなたが。胸の音が聞こえる。ちゃんとあなたはここ、こんなにあなたは温かいのに、あなたがどこかへ行ってしまいそうで、とても不安になってしまう。こと言って忘れてベス、恥ずかしいから誰にも言わないでね。今度のお出かけの日、アルテノタワーに行きましょう。お菓子のお店に行ってベスの大好きな甘いヌガーを買うの。君と二人で。ええ、デートになるのかしら。だったら嬉しいな。次の満月の夜のダンスパーティーも一緒に踊りましょう。ベスはダンスが上手だから、私練習しておくわ。うん、わかった。さあ授業に行きましょう。レフィーヤさん、いやレフィ、僕は甘いものが苦手で、そもそも踊り方なんて知らなくて、僕は君の知る僕じゃないから、いつか必ず悲しませてしまって。
おじいちゃんに女の子は泣かせちゃダメだって言われたのに、今の君は本当のあなたじゃない。でもどうしたらいいんだ僕は。とにかく元の世界に帰らなきゃ。全部元通りになればレヴィーアさんだって、レヴィーだって。約束よベス。時間だ。本日も我が魔法見学、その授業を始める。今回は実技を行うことにする。それでは殺し合いたまえ。え？殺し合いたまえ。存分に呵責なく鮮血を散らして。杖の使用はもちろん、撲殺、絞殺、毒殺、爆殺、その他の殺し方は許可しない。扱うのは剣のみ。私が諸君に教えた剣学のすべてをもって殺戮しろ。うまく殺し合えた者から順に単位を与えることにする。一体何を言って。はーい、アイルズ先生。質問はないな。それでは始め。何が、何を、なんで。一体何が。何をぼさっと突っ立ってるんだベース。早くしないと単位を落として僕たちは留年になってしまうよ。リリーだから、ほら君の右腕をくれよ。代わりに僕の左足を上げるからさ。レフィーナ、お前の心臓をえぐり出させてくれ。それを食べて私たちはずっと一つになろう。バカを言うな。レフィーの心臓も腹綿も僕がもらう。お前には彼女の血一滴も与えるものか。やめてください。リー、エイナさん、ビルビスさん、こんなこと。ベス、うまく殺し合えないのなら私と一緒にやりましょう。大丈夫、いつもみたいに私が教えてあげる。しっかり私があなたを切り裂いて屍に変えた後抱きしめてあげる。どうしてこんなことに。なんでいきなりみんなおかしくなった。あ、レミ。いやよそんなの。ペスを傷つけるなんて。ある私に歯向かうとは全く救いようのない不良生徒のようだな。これは神聖な授業。私が殺し合えと言ったのならそれは絶対だ。私が発した言葉をどうして私が翻すことができる。だが私を倒したなら、あるいは
剣学の教えに従って一度限りの決闘を受けよう。叶えたい望みがあるならその剣を持って遂げたまえ。やるしかない。みんなを止めるためにも。水さん、ダメだぜみんな。その方向、ここでツイエルと知れ。剣を答えてくれ。ところで、その方向、ここでツイエルと知れ。存分に暴れるとしよう。君と僕の絆の勝利だね。